来られたことあるの？ある。痩せすぎですよ。うん、何見れば。身長とかあれに対してさ、体重が合ってないです。もっと太りなさいって言われた。おまりなさい。健康診断で太りなさいって怒られたの初めてだよ。でもさ、何肥満ですとか言われないの？なあ。標準だもん。うちのお父さんもなんかで言わ、看護師さんかなんか言われて、ちょっとダイエット始めたの。これでも標準だから、標準プラスだもん。なんか成人男性だからやっぱそれが筋肉になればいいんだよ、全肉が。まあ一番はね、多分そういうことなんだと思うな。体重は問題ないんだよ、だから。うん、なあ、そうは言うてもな、そう簡単に筋肉ってつくもんでもねえしなって思うよね。運動してる時間がね、まず電車乗りながらは無理だしな。つま先立ちなんて、あんな満員電車だったらただのアホでしかない。まあそれもありか。ここほらあれしてたじゃん、工事してたじゃん。じゃああれ赤ちゃんなんとかってとこだったじゃん。すげえ、これ大学超広いな。うん、法政大学ってこんな広いの？頭痛いよ。安くね、こっち。え、こっちもありがとう。うん、こっちの方がいいかもしんないな、ね、って言ってもまあ、めんどくせえから。いや、別にいいよ。私が起きてれば。うん、私が出落ちしちゃったら、もう、おい、じじい。じじい。何？ちょっとまだ柵越えられるからって、若いと思ってんなら、大間違えた、じじい。その体力走ってここまで行って渡れいって感じしない？怖いよね、あれさ、柵無理に渡って足さ引っ掛けてくす転ばれる方が怖いから、やっぱり普通に通ってほしい。あれこっちの方が安い。こっちで入れてきゃいいんじゃない？158買いんだけど、買いなんて出れんやな。お尻寒くね。俺も蓋すればいいんだ。なんだお前、ほんと学習能力でな。あれ4分だった、まだ。お前何撮ってんだよ、ママよ。チュ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 、痛い痛い痛い。お前怒ってるわ。あー、かわいい。そういうことやめろですか。ドゥン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 。なんでボボ自分の味方しただけなのに。かわいいね。あなたのことが一番ですか。かわいいよ。ありがとう、パパ。ああ、かわいい、かわいい。ああ、めんこ犬、おめえは一番めんこいわ。どの犬よりもおめえが一番
白いシャツだった。あ、ポップ舐めんなよ、自分のツンズル。聞こえてるよ。舐めんなら一緒綺麗にしといてくれ。聞こえてんなんて、ブズル。あって、赤信号になったらお前の命終わる。あって何を言うてんのこのババア。赤信号になったらお前終わる。通らなければいいんでしょ。赤信号来た。止まってないよ。お前終わる。止まってない、止まってない。もう大丈夫。お前終わる。そうだそうだ、止まってない。止まってない、止まってない。止まってない。信号変わるまでお前終わる。入ってる。おい、ばば。ほら。やはい。ま、前の車、伊豆ナンバーです。だから。あのナンバープレートの7656で、なんか、合詞をやってください。なんだろう。え？どういうことだ、これ。まあ、日野原村すぐだやんけ。あ、ほんとだ。なんだよ、すぐじゃん。すぐだったね。うん、行けんじゃん。やっぱ。ね、じゃあ行けばいいじゃん。かんねえ。おじちゃんの好きな道志村がある。誰だ、おじちゃんって。え、アンキョンのおじちゃん、よく道志村に行ってるじゃん。ああ。目は雨気持ちいい。最近すごいアンディ顔を寄せてスンスンってしてくれるのは、あれ甘えてるってことでいいのかな。最近ポップさ、アン君よりさ、おじちゃんがおやつくれるようになったから、おじちゃんの方ばっか見るようになっちゃったんだけど。元気な犬だな。さあ、よその犬に好かれたいならもうおやつ1個でもあげるだけでもう好かれるよね。めまい。おやつの人。おばみの人。おでぷの人。そういうのもあったんだろうなって知らないけど、まあ、いかんせんもう片方の話しか聞いてないから実際の話は分からんし、まあ、ただあそこまで依存が強いと、まあだからあれじゃん、9分でした。イエーイ、ピコピコピコ。かわいい。頭にさ、そうやってさ、ポップの鼻汁つけないでください。ホームアローンゴ。うわー。ピコって鼻舐められてすごい嫌がるよ。酸素ガス。あれが爆発したらここはダメですね。終わるけど運転手も終わる。このまま左側2車線を走行。2車線、ああ、これ3車線増えるから。
3車線増えるので車線で行ってくれりゃいいのに。もうちょっとだけさ案内詳しく言ってほしいよね。バスの乗り損ねてるおっちゃんの方が気になる。乗り方が分かんなかった。